こんにちは、銀座有楽町内科の山村壮です。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。本日はこちら、カゴメの野菜ジュースを飲んで血糖値がどのように変化するのか検証してみたいと思います。まずはこちらのカゴメ野菜生活100から飲んでいきます。血糖値の測定はいつも通りフリースタイルリブレを使っていきます。二の腕に装着したセンサーをスマホのアプリリブレリンクで読み取って計測していきます。では飲む前の血糖値は89からスタートです。それでは飲みます。飲み終わりました。10分経ちました。血糖値は91です。20分経ちました。血糖値は105です。30分経ちました。血糖値は130です。40分経ちました。血糖値は150です。50分経ちました。血糖値は147です。1時間経ちました。血糖値は137です。70分経ちました。血糖値は117です。80分経ちました。血糖値は105です。90分経ちました。血糖値は99まで下がりました。今回は野菜1日これ1本を飲んでみます。飲む前の血糖値が100です。それでは飲みます。飲み切りました。10分経ちました。血糖値は93です。20分経ちました。血糖値は98です。30分経ちました。血糖値は121です。40分経ちました。血糖値が126です。50分経ちました。血糖値は126です。1時間経ちました。血糖値は109です。70分経ちました。血糖値は99です。80分経ちました。
血糖値は83です。90分経ちました。血糖値は88です。今回は2種類の野菜ジュースを飲んで血糖値がどのように変化するのかを検証してみました。1本目がカゴメ野菜生活100、これを飲んでスタートの血糖値89から約60血糖値が上昇しました。そして2本目、野菜1日これ1本を飲んで血糖値はスタートの血糖値100から約30、126まで血糖値が上がりました。単純に炭水化物の量だけを比べると、カゴメ野菜生活100の方の炭水化物量が 17.3g、 一方野菜1日これ1本の炭水化物量が 14.6g、 わずか 3g しか差がありません。ですが血糖値の変動幅には差が出ていました。これはひょっとすると1本目の方は果物を含んでいるのに対し、2本目の方は野菜の汁 100% でできている影響かなと考えておりますが、はっきりしたことはちょっと分かりません。いずれにせよ野菜ジュースも血糖値を上げます。なんとなくヘルシーで体にいいイメージがありますが、血糖値の観点から言うとどちらも血糖値を上げやすい食品かなと思います。くれぐれも飲みすぎにはご注意ください。私の個人的な見解ですが、野菜ジュースそのもので野菜の代わりになるということはないと思います。野菜がなかなか食べれないからといって野菜ジュースで置き換えるというのは無意味かもしれません。野菜ジュースには様々なビタミンなどが含まれており、それらを摂取する目的では野菜ジュースを摂ることもいいかもしれません。ただ血糖値を上げてしまいますので、くれぐれも飲みすぎにはご注意ください。本日も動画ご視聴いただきありがとうございます。本日の動画が良かったな、役に立ったなという方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。